昨日それに対してなんか立花が攻撃する YouTube 作ってくれって電話があって、アホか僕今死んでまえって電話切りましたけど、やっぱりね僕今勤務管理してるんですよね。能力がない従業員、これまた言うわけですよ。とにかくね、こう人的なミスについてはそれを今度攻め出したら、じゃあそれがなさそうな人ばっかり採用しろみたいになりかねないので、もうこういう事件はもちろんあってはならんというか好ましくないことはもう誰が見ても明らかですよ。ただ一方でこれだけ1億2000万人も人がいてね、いろんな事業をしてたら、まあそれは怒ってしまいますよねと。でじゃあそれをあんまり怖がり出すと、今度働く人っていうか働かせる人がいなくなってくるんですよね。もうなんか採用しろ採用しろと一方で来るじゃないですか。で今度採用したら首切れないですよね。もうこれは僕ね、愚痴聞いてほしいことが山ほどありますよ。だからもうその従業員に関してはもう僕はもう仕方ないって言ったら怒られるかもしれないですけど、人は機械じゃないので、ミスをするのでね、その結果としてそれは子供が亡くなったって痛ましい事件ですけど、あまりそこをね意図的にね故意に人を殺した人を責めるのはいいんですけど、まあそういう過失で人が亡くなったものをあまりさっきのいじめじゃないですけど、なんかこいつ悪い結果として人が死んだ、あなた立花さんの子供が死んだらそうやって寄れるんですかって言ったら、俺はそんなアホな学校の幼稚園っていうかそういうところに子供預けるかボケ言うだったんですよ。だけど1年半前に全く同じ事件があったわけですよね。いやだからこそそう見ろよっち話でしょ。だって別に3歳の子供って預ける義務もないわけだし、それこんなこと言ったらまたほらめっちゃ怒られる、親のせいにするのかってなるんですけど、でももう自分の大切な子供を預けるのであれば、僕はもうワンちゃんペットを子供のように可愛がってるんで、それはちゃんと見ますよ。犬の顔色、犬の顔で分かりますもん。だから迎えに行った時に不安な顔してるところには絶対にもう二度と預けに行かないし、もちろんこちらがどうですかどうですかって LINE で確認しますもん。今どうしてますかうちのサスケはってやるわけですよね。だからそうやって親側もそういう確認をせずに預けちゃったら、それは子供だけじゃなくて高齢者もそうですけど、それはなかなか変な職員いっぱいいますよ。だからそこはもう預けた以上は預けた側にも責任があるし、ある程度その善良とか悪質なものって見てたらわかるじゃないですか、喋ってたらね。だからそこはもう預ける側がしっかりと施設の職員の能力を見るしかないと思いますけど、それは見れないでしょ、はっきり言って。いや、だからそこを言うしかないっていうのは防止策としてはそっちしかなくて、その施設側にいくら言ったって施設側もそういう福祉施設に働いてくれる人ってそんな優秀な人集まらないわけですよ。そうしても手抜きが出てきてっていう、こういう事故はやっぱりこれからもなくならないでしょうから、でもこんなことについてあんまり深くやるのが僕もったいないと思う。むしろもっとそれだったら交通事故とかの方を毎日ニュースした方がいいと思うんですよ。だってこういうごくごくたまにしか起こらないニュースが珍しいからってやるよりも、昨日交通事故で何人死にました、全ての交通事故の原因を報道した方が、あ、そうか飲酒はいかんなとか、前方注視スピードを出すぎちゃいかんなとか、一旦停止無視したら事故になるなっていうことで、多くのドライバーがそのを見て事故が減るっていうことからすればね、こういうもう自分ではどうしようもないことで、まあ、今回の事件で言えるとしたら預ける施設を親が選ぶしかないじゃないですか。そういうのとあんまりこう繰り返しやっても視聴率は取れるんだろうけど、あまりこれからにはプラスにならんなとしか思わないんで。ありがとうございました。どうも。 NHK をぶっ壊